あ、来たぞ、ついにラッキーピエロ。ルークさん来たぞ、ついに。ラッキーくんだって。あの日にピエロって、やっぱ人間を襲う。ラッキーセットあるよ。行ってみたいと思います。ポテト、オムライス、そのなんだっけ、なんだっけ、あ、ラッキーオリジナルラッキーポテ、ハンバーガー、人気ナンバーワンは食べるんじゃないの、ダントツ、いろいろあるね、ラッキー活動なんだ。よし、じゃあ食べてみたいと思います。内装がすごい、内装がすごい、情報量が多い。外出てみようでしょ、テラス席を取ってください。じゃあテラス席、ハンバーガー、外でも食べれる、運動用の、ちょっとやってみてください。これ運動用、こんな感じです。外でした。なんかいろいろすごいな。ダネシさんのタバコはこっちです。やばいっす。あ、永遠の愛を誓う人もここに。あ、本当にこれ書いてあるわ。ルークさん、来たよ、ラッキーピエロ。ハンバーガーじゃなくて、カレーだけどね。今なんて言うんだっけ？ん？黄色いの。マスタード。気にしなくていいから書けて。あ、あの、ちょっとルークさん待ってて。辛いもの好き。あ、そう。マスタードそれぐらい。はい。OK?ありがとう。どうしました、いただきます。あ、お待たせしました。食べますよ、ついにカレーをコーラでございます。まさかの、まさかのね、ミニコーラの、うんうんうん、リュウクさんちょっとごめんね。ここすごい、でもすごいね、ほんとゆったりして、席もすごいですよ。うん、店構えで、外のテラス席使ってないけどさ、ここでかぶっちゃって。カヤさん、タバコ吸ってきた、吸ってきた、狭かったでしょ。狭かった。ここは禁煙コーナーになってるから、こっち全部吸えなかったと思ったら、そういうわけではない、そういうわけではない。はい、実食、これとんかつカレー、はい、今日はね、あのジェネラルウィルが、ミシオリ戦に出てて、うん、あと新馬戦にあのミラクルキャッツが出ますので、うん、はい、カツカレーをいただきたいと思います。美味しい、うん。ちょっと待ってね。ポテトね、これ、はい、それ入れるとお水欲しい、お水、お水、 お水ね、早速いただきます。これ誰か飲んでいい、いいよ、いいよ、誰、あ、いいから、ちょ、ま、これ誰の、お、これマグネットやないかいっていう。ありがとうございます。それが出るのかな。あ、ミートソースの味がする、これ。え、いや、ちょっと待って、なんかさ、なんとなく、え、なんかミートソースっぽいよ、わかんない、これの言いたいこと、はい、確かに、ただね、あの、カツは普通のカツだ、これ普通にうまい。美味しい、うん、これカレー美味しいね。レトルトっぽいのを期待じゃない、なんか想像してたんだけど、全然そんなことなくて、なんか多分混ぜてると思うよ、ミートソースあれと、うん、美味しいです。おすすめ、やっぱカレーおすすめです。次はカヤさん。 OK、 カヤさん何、これザンギかな、違うかな。ちょっと待って、チャイニーズチキン、あ、チャイニーズチキンです。食べます。これ何ですか、
味しい。食レポするごとに全部一気にいっちゃうんですよ。ちょっとずつ食べればさ、時間かかんないじゃん。端っこで食ったらラングと同じ味する。函館競馬場と、でザンギってそういうもんなんじゃないの。これ美味しいっすね。これがとんかつバーガー。すごいっすね、ボリューミーですね。ほんとこれはね、味はねとんかつバーガーだね。こっち見て喋るな、俺じゃなくて。とんかつの味と、レタスの味とマスタードの味とバンズの味がするんで、これはとんかつバーガーとても美味しいです。難しいね、食レポって。美味しいんだけど、これはでもとんかつバーガーの味だよ。薄い、薄め、あ、厚さがと。これは入ってんだよ。もう一緒ってことかな。これが一番最初に食べ終わりました。もう食べ終わったの。いや、一個カレー言い忘れたんだけど、カレーあれだよ、あのココイチのカレーがさ、シャバシャバで水っぽくて嫌だっていう人いるじゃん。そういう人にはすごくいいんじゃない。あの、あ、確かにそうですね。うん、まあ、ココイチ派としては別に、どっちでもいいんだけど。じゃあ、揚げさん、函館スノーバーカーです。函館スノーバーカー、何がスノーなんだっていうところが。クリームチーズ。あー、クリームチーズだね。クリームチーズ、でもこうチーズも乗ってますよね。美味しい。癖になりますね。これめちゃくちゃ美味しいですね。ほんと、うん、そう、これスノーバーガーにこれ全部ついてくるんですよね。これとこれは、これもついてくる。うん、これもついてくる。ついてこないよね、これ。あ、これついてこない。あの、入り口で買います、300円。でもこれが出てくるとは限らないです。オニオンは、オニオン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 、誰も食べてない。オニオン、あ、甘くて美味しいです。甘みが、玉ねぎの甘みが、甘みが、これ美味しいですね。だって溢れてますもんね。本当ボリューム満点ですよ、ね。そう、どれもこれもっていうのが、はい。ちなみにロンドンが、これなんだっけ。あ、ラッキーポテトみたいなやつだね。ラッキーポテ、ラッキーポテト、それは、これが、チャイニーズチキンバーガー。はい。食レポは、テロップでお願いします。いや、そんな感じでルークさんのおかげでカヤンさんもタバコ吸えましたんで、どうもありがとうございました。さよなら。